ねえマリサ、日本とアメリカにはイージス艦っていう、敵のミサイルとかを迎撃する船があるのよね。ああ、あるぜ。しかも、警告にもイージス艦はあるんだぞ。え？警告にイージス艦があるの？ああ、それもとんでもないやつがな。これは気になるわね。ということで今回は韓国イージス艦 VS 日米イージス艦、あまりの差に、世界が大爆笑わら、お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、2023年6月、防衛省がミサイル防衛の要として位置づけ、新たに建造するイージスシステム搭載艦が、迎撃ミサイルなどを収納発射する垂直ミサイル発射装置 VLS の数を大幅に増やし、海上自衛隊のイージス艦では迎撃能力が最大級となることが分かったぜ。あーん、垂直ミサイル発射装置 VLS が大幅に増えるだと？気でも来る。VLS は計128発分の発射能力を備え、既存イージス艦の3割以上増えるな。128発か。やはり気でも来る。まあ現状の日本の防衛戦術としてミサイル迎撃能力は必須だものね。そうだろそうだろ。同省はイージスシステム搭載艦について、数千キロの高度まで打ち上げられる北朝鮮の弾道ミサイルや同時複数発射に対応するためには、既存のイージス艦よりもはるかに高い迎撃能力が必要としているぜ。何百発も飛んでくるからね。まるでお祭りの花火みたいだわ。お祭りの時と違って見にくい花火だがな。そして探知レーダーや VLS は、秋田山口両県への配備を断念した。陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージスアショア用に取得したものを転用するが、VLS はそれだけでは足りないため、追加調達するな。ほほう？新型イージス艦に移すのか。ああ、搭載するミサイルは、日米共同開発で、従来型より2倍の高度1000キロ超でも迎撃可能とされる SM-3 ブロック 2A や、極超音速滑空兵器などを撃ち落とす SM-6 など、同省が敵基地攻撃能力を保有するために取得する米国製巡航ミサイルトマホークの搭載は現計画に含まれないが、政府は VLS からトマホークを撃てるよう、指揮システムを船体に追加できる拡張性はあると言っているな。うん。迎撃しつつ反撃能力も持つことで、さらに抑止力を強化するわけか。まだまだあるぜ。なん、だと？防衛省は2027年度に1番艦、28年度に2番艦を収益させるぜ。今年度は設計費や対潜水艦船システムなどの装備品調達費として、計2208億円の予算を計上。今後さらに建造費がかかるわけだ。あはあは、もう金銭感覚がバグってきたわよマリサ。2022年9月には、秋田山口両県への陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージスアショアの配備計画撤回から2年余りを経て、大対策となる2隻のイージスシステム搭載艦の建造計画が防衛省の2023年度予算概算要求で明らかになったな。それらの案がすんなりと決まるなんて、よほど世界は暗黒面に落ちているわけか。台湾有事も囁かれているし、北もミサイル撃ってきてるし、だな。ミサイル防衛だけでなく、政府が保有を検討する敵基地攻撃能力に転用できる長距離ミサイルも搭載。船体の大きさは海上自衛隊最大の護衛艦出雲型19950トンに匹敵し、自衛隊関係者からは令和版戦艦ヤマトの声も漏れているぜ。戦後最大の対戦艦じゃないのよ。でも新ヤマトは防衛のための兵器よ。間違いないぜ。細部が確定しない事項要求のため金額は明示されないが、建造費は最新鋭イージス艦マヤ型を上回り、導入コストはアショアの約4000億円を超える可能性があるという。マリサ、いくらかポケットマネーから払ってあげなさいよ。そんなに YouTuber は儲からないんだぜ。また、この厳しい財政事情の中で費用対効果があるのか、説明責任が問われているな。防衛省は設計費やエンジン取得費を要求。構想では基準排水量は約2万トンで出雲型とほぼ同じで、マヤ型の2倍以上。全長210メートル、幅40メートル程度が検討されているな。アニョハセヨーまた大陸側さん方が騒ぐのが目に浮かぶわ。浮かんでは消えていくな。視聴者の皆さん、日本の軍拡は足りていると思いますか？コメント欄で教えてね。さて、この案には船体の大型化で揺れを低減し、極超音速兵器への対処や、レーザー兵器の機能を追加できる拡張性を備える利点があるという。まあそりゃそうよね。波が高いからってミサイル迎撃できないなんてありえないもの。だな。同省関係者によると、アショアで配備する予定だった米ロッキード・マーティン社製の大型レーダー SPY-7 を転用するが、既存のイージス艦レーダーより重く、重心のバランスを取る必要があるため、船体が巨大化するそうだぜ。めちゃくちゃでかいレーダーがバチコンと乗るわけか。
弾道ミサイル対処の迎撃ミサイル SM-3 ブロック 2A や巡航ミサイルを撃ち落とす SM-6 を搭載。射程が延伸化され、政府が検討する反撃能力に転用可能な人に意識地対艦誘導弾も装備する計画。乗組員は精進化を図り110人。従来のイージス艦の3分の1程度で、全員個室にする案もあるぜ。退役したら漫画喫茶として使いましょう。ミリタリーマニアは通っちゃうな。ただ、大型艦は接岸できる港湾施設が制限される上、ミサイル防衛に集中するため、海事の主任務である対潜水艦船能力も限定的になる見込みだな。対潜能力は低いのか。出雲も空母化したし、対潜大丈夫？知らん。いや、人ごと。自衛隊関係者は性能を特化すると、戦時中、拒否を投じたものの完成時に対艦巨砲主義が時代遅れになった戦艦ヤマトのようになりかねないと指摘しているな。まあ C国のようにバカでかいポンコツ空母を作るよりは実用的なんだけども。そして我らが大好きな警告イージスも SM-6 を搭載するらしいな。不思議と警告のポンコツさには引きつけられるところがあるからね。2022年8月、警告海軍の駆逐艦ムンムデワンが先月、米海軍主催の多国間海上訓練艦太平洋合同演習リムパックに参加し、艦対空ミサイル SM-2 を一発試験発射したが、迎撃に失敗していたことがわかったな。2022年になっても当てられんのか。警告版イージスセジョンデワン旧駆逐艦の話ではあるんだが、どうにも装備している SM-2 が目標を見失いがちだぜ。今回失敗したのは、李春新旧駆逐艦2番艦ムンムデワンだな。イージス艦ではないが、イージス艦と同じ SM-2 シリーズを採用しているぜ。もうイージス艦っぽい感じは出さない方がいいと思うの。おとなしく日本近海旅行艦に変更しましょう。で、SM-2 ってどんな性能なの？ SM-2 は、スタンダードミサイルと呼ばれる艦載用のミサイルで、母艦からの指令誘導を受けつつ、目標近傍まで飛翔した後、セミアクティブレーダーホーミング誘導によって目標に突入する。じゃあ、ある程度の位置を指令したらミサイルは目標に当たってくれるんでしょ？ああ。李春新旧駆逐艦やセジョンデワン旧駆逐艦は VLS から発射されるが、どうして外れてしまうのかは謎だぜ。一発あたり18億ウォン、約1億8400万円の SM-2 が標的に命中できなかったのは、2008年から合計9回、11発あったというな。不思議ね、ほんと。警告軍は、今回の迎撃失敗の原因が誘導弾の欠陥と確認された場合、SM-2 のメーカーである米レイセオン社に過失求償を請求する方針だ。過去にも訴訟を起こしていた気はするが、確か敗訴していた気がするぜ。またしても賠償フルコースか。アメリカは警告と手を切った方がいいのでは？2016年9月、過去2年間の警告軍の精密誘導ミサイル命中率が大幅に低下していると、国会国防委員会所属のキム・ジンピョともに民主党議員が25日、述べたぜ。5月の日本海での合同戦闘弾実射撃訓練中に護衛艦艦音から発射された改正1はすぐに墜落し、7月14日の2016艦太平洋訓練に参加した駆逐艦セジョンデワンから発射された2発の SM-2 は、1発が命中に失敗したとキム議員側は伝えた。日本海で遊ぶなよ。弱く見えるぞ。霊夢、お前がな。リムパック訓練当時、SM-2 ミサイルを手動モードで発射したが不発となり、先月3日に駆逐艦艦ガムちゃんから発射した2発の SM-2 ミサイルのうち1発も、目標物打撃に失敗したな。もうやめなさいよ。日本海は警告のミサイル墓場じゃないのよ。一連をもう少し突っ込んでみようぜ。ほじくるのは楽しい、悲しいニュースだわ。2023年1月、警告軍が米国から持ち込んだ艦対空ミサイル SM-2 が、これまでの試験発射で、3発に1発の割合で標的に命中しなかったことがわかったな。これを受け、警告政府は米国を訪問し、補償を含めた再発防止対策など後続措置を要請したぜ。自分らのミスだとは疑わない姿勢が、上質な気持ちを作る風土となります。何言ってるか全くわからないぞ霊夢。まあ、実際に警告海軍が使っている SM-2 が外れるという話は定期的に聞くからな。2022年8月、この時も警告海軍の駆逐艦ムンムデワンが艦対空ミサイル SM-2 を試験発射して、迎撃に失敗している。いわば日常よね。ああ。毎日通勤路を車で走るぐらいの通常運転だ。しかも2008年から2022年で合計9回、11発となっていたが、新たな報道では、2004年から2022年で計36発射して、11発命中しなかったという内容になっているな。不思議とどんどん数が増えていくわね。不謹慎だけどもそれを楽しんでいる自分がいるわ。マリサ、その SM-2 って終末段階で爆発するミサイルなのよね？ああ。
SM2 は複数のバージョンがあるが、何にしても終末段階で爆発する仕様になっているので、中間誘導の時点で爆破してしまうというのは問題だな。どうしてこんなことになっているのかしら。警告文は開けてはいけないブラックボックスを開けてしまう悪癖がある。整備と称していろいろいじくったとでも言いたいの？他の国の SM2 でそんな話は聞いたことがないからな。うん。そこはほじくらないでおきましょ。そして、海軍は誘導弾調査機に問題があると内部結論を下ろしたぜ。SM2 を発射するとすぐにミサイルが標的を見つけることができず、自爆機能で空中爆発したためだそうだな。どんな結論だよ。誘導弾調査機は海軍艦艇から発射されたミサイルを標的まで誘導する装置で、迎撃ミサイル運用の革新部品として挙げられるな。海軍は2004年から米国で誘導弾調査機を導入したが、2018年、整備人員退職と施設閉鎖などの理由でこれ以上整備ができなくなったそうだ。逆整備した可能性がある上に、整備員も退職して施設も閉鎖してるのか。大いなるフォース、嫌闇を感じるわ。直接的には自爆機能が働いたということになっているのだが、その前のすぐにミサイルが標的を見つけることができずという部分も気になるな。どこを目標にして発射したのかな？もしかして日本かな？話は変わるが、2023年3月、ユン・ソンニョル大統領は10日、歴代大統領としては初めて海軍特殊戦団 UDT シールを視察し、最近の戦争は非対称戦と特殊戦の様相を呈しているため、特殊戦の戦力を強化すべきだと強調したな。特殊なことよりも当たり前のことを当たり前にできなくていいの？整備不良とか軍事不正とか機密漏洩とかを改善するべきでは？ユン大統領とキム・ゴンヒ夫人はこの日の午後、海軍特殊戦団を訪問し、UDT シール及び海難救助部隊の現状について報告を受けた後、ユン大統領は警告軍で最も難しく危険な任務を遂行しており、普段どれほど厳しい訓練をしてを十分察することができると述べ、実際に見てみると心強いし、誇らしいと述べた。実際に見てみると驚くほどポンコツなのよ。この部隊も運用している兵器も、ユン大統領は皆さんこそが警告軍を代表している。軍の統帥権者として信頼している。世界最高の特殊部隊になることを願うと激励したぜ。さらにユン大統領は芳名録に不可能を知らない世界最強の特殊部隊と記入した。反省を知らない世界最弱部隊か。全然違うだろ。海軍特殊戦団の視察に先立ち、ユン大統領はイージス駆逐艦のセジョンデ1艦を視察し、乗組員を激励した。ユン大統領はセジョンデ1は1年に200日以上、海上作戦を遂行しており、大変厳しい任務であることをよく知っていると述べ、皆さんの献身と強いプライドに国軍統帥権者として感謝すると述べたな。うん。プライドだけは一級品だからね。まあ、前大統領より全然中身はありそうだと各国歩み寄り始めているのだから、頑張って指揮してほしいわ。また、ユン大統領は最も重要なことは、皆さんの大敵艦と有事の際に混乱と恐れなく任務を遂行することだ。体が自動的に作戦を遂行できるよう、普段から訓練で磨いてほしいと要請した。さらにユン大統領は皆さんの姿を見ていると、国軍統帥権者として胸がいっぱいになり、国民の税金が惜しいとは思わないと付け加えたぜ。おい、さらっとなんか言ってるぞ。税金が惜しいとは思わないとか、ちょっともう口閉じた方がいいんじゃない？2023年3月、警告軍当局が、警告型三軸体系のために、防衛事業庁は長距離艦対空誘導弾事業を通じて、イージス駆逐艦 KDX-3 に武装する SM-6 を、また FMS 方式で米国から購入することにしたぜ。FMS 方式をやたら付け加えるわね。何か道徳感を演出する癖はなくならないわ。SM-6 を買うのはいいんだけど SM-2 では外しまくる癖も直さなきゃね。これには2031年まで7700億ウォンが投入される。発表によると、SM-6 は敵航空機と対艦ミサイルはもちろん、弾道ミサイルまで迎撃でき、海軍のイージス駆逐艦は現在弾道ミサイルを探知追跡することはできるが、迎撃能力はない。さらっと衝撃の事実が出たわね。警告のイージス艦はミサイルを探知追跡することはできるけど、迎撃できないのか。自分で喋っていてびっくりしたぜ。なんだこのニュースは。今回は2032年までに1兆5500億ウォンを投入し、陸軍の改良型近距離弾道ミサイル CRBM、射程300キロ未満を確保する、戦術地対地誘導兵器系 TSSM2 事業も推進される。チョルメニとか玄武シリーズをさらに改造するのか。もう自国生産はやめときなさいよ。KTSSM は有事の際、坑道に隠された北朝鮮の長射程砲と放射砲を事前に無力化するキルチェーン資産だそうだな。
北が喜ぶ兵器にならないことを祈るわよ。これからもイージス艦から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。